はい、どうもスカイです。今回は、ディズニーのリートルソ、の、デイジーを、組み立てていきたいと思います。でこのリートルソなんですけど、秋工作者というところから出てまして、段ボールシートをレーザーカッターによって、切断加工をして製作される、超、細密ペーパークラフトになってます。これは デイジーなんですけど、ミッキー、ミニー、ドナルド、プルート、グーフィー、あとは、プーと、ピグレットのセットであったり、ディズニー以外だったら、ムーミンとかも、キャラクターものは、あります。ご興味がある方は一度、調べてみてください。では早速、組み立てていきたいと思います。はい、開封してみると表紙の裏面がパーツリストと、組み立ての手順になってまして、パーツのシート自体は2枚入っています。じゃあ早速、手順に従って組み立てしていきたいと思います。基本的にレーザーカットされてるんで、部品自体はすごく抜き取りやすい仕様になってますね。で、組み立てていく方法も本当に組み合わせるだけなので、力とかもそんなに必要がなくて簡単にできるものになってます。足がないと思います。次はお手手をつけていきます。手とアシスト胴体のパーツが出来上がりました。シュールなデイジーの胴体と手とそのパーツが出来ましたので、ジョイントしていきます。デイジーができました。で最後リボンつけていきます。デイジーさんの完成です。はい、完成したデイジー姉さんがこちらになります。ちょっと全体を回して見ていこうと思います。
正面から見るとこんな感じです。でね、結構ね、この指とか手の指先なんかすごい立体感というか動きがあって、すごいリアルにできてますね。このお尻の上がり具合とかすごい可愛いですよね。ね、可愛いよね。こんな感じです。でなんかね、この台座なんかもついてて、なんか味があって、あのおしゃれで可愛いです。ディズニーのロゴとリトルソのロゴが入ってます。はい、作った感想どうでしたか？はめるのが大変、全部ピンセットだったら、今回ピンセットなしで本当に手組みでやっていったんですけど、途中ちょっと細かい部品がちょっと入りづらかったので、もしやられる場合はピンセットがあった方がいいかもしれないです。はい、ということで今回はディズニーの、リートルソーの、デイジーバージョン、デイジーキットの方を組み立てしていきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今後もこういう組み立て系の動画っていうのは上げていきたいっていうふうに思っています。まあ、舞浜の動画であったり、まあ、海外のディズニーなんかだけじゃなくて、ちょっと日常にあるようなディズニーなんかも紹介していきたいなっていうふうに思ってるチャンネルなので、ぜひ、まあ、過去にもバンダイさんのキャッツクラフトコレクションであったりとか、そのあたりも組み立てとかやってるんで、もしご興味がある方がおられれば、まあ、過去の動画の方もご視聴いただければなっていうふうに思います。ということで、今回の動画が良、かったと思った方は、チャンネル登録の方と、グッドボタンの方をよろしくお願いいたします。では、今回はこの辺で、終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ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 。